から始まりましたモンスターファームの時間です。CD 入れ替えちゃう？マジで鈴木亜美の CD 入れちゃう？裏技であのボタン押しながら蓋開けながらとかやってやっちゃう？やっちゃう。いきなりドラゴンとかちょっと楽しくなってきた。おおいいね。はい、というわけでモンスタースライムの時間でやっていきましょう。私が FB スレセブンです。そしてファームから売り出されたキックマーク2です。アルマットです。ユーです。はい、今回はですね、はい、こいつです。今話題の、15夜の月面付き餅つきタイプ。15やね。15夜、15夜、15の夜。ゲットって言うの？月うさぎ？え、月うさぎでいいの？なんか月うさぎの方がまあなんか雰囲気がある。多分なんて言うんだろうね。まあ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 、月うさぎ15かな、うん、あを倒しに行きます。15夜の15夜の餅つき大会するしちゃうか。はい、ね、僕らとしては安定のやっぱり星4なの。おお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 お。本当だ、気づかなかった。ブン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 。気づけ？お前そんなアルミラージュなんか連れてくっからだぞ。お前神かなぞこいつ。本当だ、珍しい。星四のくせに神かなぞこいつ。星四で神ができる人あんまいないから。いない。あとはあのなんだっけ、なんだっけ、ビーストとか。やべえ、めっちゃあいつ破壊しようとしてんだけど。すごいびっくりした。俺ら4万も食らったのかと思って。破壊神いるわ。わーお、いいね。派手だね。このパーティーなんかレーズン的な。な弱いし。おお、こいつ勝手に壊してんのじゃない？そうだね。あれこれ結構強いね。あれあれまずくないっすか？あ、だってアルミラージ出てきたやつ。お前白爆発だぞ一応。一応ってそんなこと言われない。でもルシファーいますから今回は。ルシファー進化。もう久しぶりに見たこのルシファー進化。進化なんて最初すげえもてはやされてたからな。悪くないですね。ね、なんかクシナナに続くやばいやつが来たぞみたいな。いやそう考えたらクシナナのやばいところってあなんだよね、あの強制号令がやっぱやばいんだね。そうだ ね。いかに強いかってことが分かった。クシナナはドロップで手に入るからすぐ下方修正されちゃう。ルシファーはできないけどガチャのルシファーはね。おかげでクシナダも弱体化しちゃったからな今は。まあでもだいぶ前の話じゃない。あれ最初あワープのやつ。そう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 、いやワープのやつとあとね、プラズマのダメージもね多分下がってる。いつ下がってるっていうかね、ダメージを与える感覚がねもうちょっと早かったはず。まあわかんない。早くなった。早かった。あ、倒した。オーケー。ブロックめんどくさいわ。そうだな。ルシファーのね、プラズマを生かせないよね。うわウサギ。キモいの来た。うわ気持ち悪い。こいつなんだこれ。お世辞にも可愛いとは言い。まあそうだね。まあそういう前提で多分イラストレーターさんも描いてるんでいいでしょう。なんか可愛い要素はあるんだけどね。顔的にはちょっと可愛いんだけど。まあ、影がもう気持ち悪い。なんかあるね。闇を感じる。闇を感じる。さすが闇属性も。これ自分が餅になってるのかこのウサギは。そう、ああそういうことじゃない。そうだね、餅つ持たれつつ。怖い。ゴエモン結構強いんでしょ。ゴエモンは、うん、ゴエモンの真似してみて。ゴエルパン。俺がやってるか。ああ、おいルパン、お前いつもそんなに。これお前じゃないすごいのか。すごいのか。何すごいのか。何がすごい。それなんかちょっと下ネタ。あれやねん。そうちゃうやろ。いや今の聞き方そうだよね。ちょっとね今のはね。マジかよ。そんなにすごいのか。噂を聞きつけたんだよ。お前そんなにすごいのか。ちょっと聞いたんだけど。お前そんなすごいの。お前そんなすごいのか。おう来たぞ。見せてみろ。うわきついなそれは。うわうわ
き抜けちゃって、薄からムキムキやね。銀玉に出てきたのウサギみたいな。このさ、シールドはさ壊さない方がいいのかな、逆に。そうじゃない、うん、だからあいつは積極的に壊してくる。そういうことか。おーおーおお、すごいすごいすごい。すぐ倒せるで、すぐ倒せるで。あいつあの強さで、どうした、何があったかちょっと説明してみ。いや、なんかブロックがあって、なんかブロックのせいでこうなったんですよ。え、なんで人のせいにする。クソウサギ見てみ、ほらクソウサギが違う。確かに、お前もウサギじゃん。そうだよ、アルミラージ。ほんとだ、ウサギ対決。これネズミじゃねえの、ウサギじゃねえの。アルミラージってウサギだよね。ウサギだよ、おそらく。どうしたよ、ネズミだと思った。ネズミっぽいの。ネズミはネズミ小僧がいるだろ。ネズミだと思った。ネズミ、アルミラージに失礼だろ。アルミラージってウサギなんだ。鳥嫌い。それ違くね。こいつなんだっけ。ああそうだ、ビットンを倒せんだよ。ビットン倒したらまずいだろこのステージで。まあ当たんないだろうけど。あーもうすごい。全然活かせません。持ち味を生かせ、持ち味を生かせ。さあもうどんどん使っちゃっていいんじゃないかな。あ、使えるな。そうだね、これ使った方がいいよ。ちょうどいいんじゃない。頼む。触れた相手でパワー使う。だから直接弱点に行っちゃう。そんなごつい声やったの。俺もびっくり。うわっ。うわー、マジで。直撃して30万点。しかも20ターンかかるんですよね。やばい、結構食らってるね。使っちゃう。いや、大丈夫です。絶対ないな。いや、ないっすか。あ、大丈夫、大丈夫っす。大丈夫っすか。大丈夫っす。ちょっと暴れちゃってくださいよ、その代わり。うわー、おー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 、いいね。ちょっとだけど、おお、最終的に良かった。すごい、アルミラージのストライクショットで強かった。確かに。さあ、まあ、ゴエモンはどんなの。上が最初か。まあ、倒してる。オッケー。いやー、ブロック邪魔だわ。マジで、ほんとブロック邪魔だね。こんな時、カミカルシパーがいてくれたら。ほんと、相性が悪い。ああ。ドエモンがもう少しだった。ほんと相性悪いな、ここのステージと。そうはね。よりによって。それは認める。わわわわ、シャキッと歯ごたえ、シャキッと感、わわわわわ。キックン決めてくれ。俺この一撃で決めれば。確かに、わかりました。どうだろう、もう星4ごとき行きます。さあ、いけるか。ズラババ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 、いったやつでー。足りなす、足りなす。意外と HP もあるんです。パイ、おっしゃ、暫定権じゃ。おっしゃ、暫定権いってしまえ。まあ、これ見たかったな。おお、お、めっちゃヒットする。お、すげえ。スパーン強っ。お、強い。強っ、暫定権。おお、びっくりした。何今の。暫定権強っ。すげえ。降臨キャラにしてやっぱ、でも五右衛門はさ、なんか運極みにするの大変だもんね、言ってしまえば。うん、言ってしまえば。ゴエモンは一番簡単だったと思うよ。本当に。ルパンの中では。そして出ない。出ない。出なかった。マジっすか。マジかよ。そんなのありっすか。なんてこったい。おお、ゴエモン極みじゃん、お前知らなかった。え、マジで。お前いつの間に。やりよる。なのに出なかったの。うん。うん、極まってないわそれ。確かに。うん。文字だけだよ。じゃあ。極めとこう。極めとくか。ガチャで。そうだな、うん、そうだな。ガチャで気を取り直そう。そうだ、気を取り直す。ブン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 、ガチャタイム。イエーイ。エンジン全開でラグナロクサーガ行ってみましょう。誰かなさよ、レッドスターズでもいいんだよ。よし、じゃあ FB ラグナロクっぽいこと言ってみて。おっしゃ、光の尊天。尊天。
は孫権三国志どうした。うわあ、まあ、貫禄だけだ。そういうことする。じゃあ次行きます。次こそ私出しちゃいます。フレディ・マーキュリー出しちゃう。マジでフレディ・マーキュリー神じゃん。この世にいませんから。じゃ行きます。さあ頼む。さあ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 。おー、王様来たぞ。ご乱心パレード。ご乱心しちゃったよ。ご乱心してるわ。任しとけ、俺はここでご乱心するから。じゃあお願いします。確定とか来い。もう俺みたいにご乱心するのは勘弁だ。よっしゃ頼むぞ。行くぞ、ご乱心パレード。さあアロマ出すのか。もう頼む。俺全然マジ星5出てない。フレイフレディ・マーキュリーだ。あー、行きますか。なんでフレイが星4なんだよ。そう、いいそいっと。そう、フレディ・マーキュリーって言ったら星7ぐらいってことですね。な、確かに。これ出したらマジ殴るから。来い来い来い。え、こいつ何だったっけ。黒魔道士だよ。青魔道士、サリー。サリーちゃんだよ。あ、素晴らしい結果ですね。そうですね、はい。まあ、ガチャは爆死ということでいいですかね。はい、食べていただいて、はいはい。まあ、というわけで、はい、今回はこんな感じで、うん、全世界のみんなバイバイ。爆死し。動画を見てくれてありがとうございます。ありがとうございます、はい、たくさん動画あるけれどね、いつも見てくれて本当にありがたいですね。はい、嬉しいことですね。はい、はい、スマホからご覧の方は画面の下の方から登録してください。そしてパソコンから、登録する方、 YouTube はこちら、そしてニコニコ動画はこちら。はい、ということで皆さんぜひ登録してください。はい、お願いします。なんなんだあいつ。